皆さんこんにちは、モレノです。本日はショーダウンムヒタリアンについてレビューしていきます。オリギの対になるカードで、現在作成コストが6万5000コインになります。ムヒタリアンアルメニア人なので、少しケミストリー的にはどうなのかなと思うのですが、インテル今年例えば、バレッラであったり、バストーニであったり、いろんな選手いますから、ケミストリー的にはそんなに難しくないんじゃないかなと思います。でムヒタリアンといえば、やっぱり逆足5が元々のカードから搭載されている選手になります。177センチハイローワークレートの右利きのスキル4、逆足5になります。役割意識もこの選手素晴らしいので、本当にここのスタッツはもうスキルがあと星1個足りない以外はほぼ完璧だなと思っております。でトップ下センターミッドの2ポジションしかできません。主に今回攻撃的なポジション、トップ下であったりストライカーで起用していきたいなと思っておりますが、センターミッドもできないことはないと思うので、それはチーム状況、自分自身のフォーメーション次第かなと思います。で能力値見ていくと、このカードは全体的に少し物足りなさは感じるかなと思います。ただ6万5000コインで逆足5って考えると安いと思うんですよ。ただ全体的にスタッツが87、84、84、88とアップグレードを欲しいなと思うスタッツなんですよ。これがアップグレードしたらペース89、ドリブル90、シュート86、パス86までいきますから、本当にトップメタになれる選手だと思うので、今回とりあえず今現段階でのレビューをしていきたいと思います。で、ただしペースは加速が99いくので遅くないと思います。マフレスとかと一緒かな。で、シュート能力に関しましても、決定力が91のシュートパワーが93までいきますので、でなおかつ逆足後レース差89を持っているので、そんなに物足りなさは感じることはないと思います。で、視野が90、ショートパスが85あるので、パスは問題ないでしょう。で、ドリブルに関しましては、全スタッツ平均で本当に88あるなという感じで、身長177センチでアベレージのボディタイプなんで、ドリブルはすごいしやすいと思います。ただここにさらにプラス2が来れば驚異的になる可能性あるかなと思います。で守備スタッツなくはないのですが、そこはちょっとあんまり考慮しなくていいと思います。で高精度アウトカーブ持ちです。今回使っていくチームはもうオリギーと全く一緒です。でどこで使っていくかというと、442のストライカー、そして4231のトップ下、この2ポジションで見ていきます。サイドもできなくはないと思うんですけど、サイドであれば、キエザであったりレビッチであったりポリターノみたいな、よりスピードに特化したカードの方が合ってるのかなと思います。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がムヒタリアンです。ドリブルに関しましては僕は非常に好きでしたね。アベレージのボディタイプで178センチで、なおかつスタッツが80代後半平均的に持っているので、穴という穴がないですし、非常に安定したドリブルをしてくれるなという印象でした。キュンキュンさはないんですけどね。ただ本当に何でしょう、ドリブルがしやすいっていうのが一番当てはまる言葉かなと思います。でアップグレ来たらさらに、もっとしやすくなるんだろうなとも思いましたね。でここら辺先ほどから決定力を見ていってますが、シュート能力に関しましては僕は十分だなと思いました。特にトップ下で使っていて、やはりストライカーと比べて、若干シュートするシーンって減るので、でこういう風にドリブルから、こういうボックス内で決めてほしいっていうシーンであれば、彼の場合は確実に決めきる能力は持っているなと思いました。で何が良かったかというと、とりあえずワークレートは非常に1個いい点としては挙げられるのかなと思いました。彼の動き方、ハイローのワークレートで、トップ下に置いた時もストライカーに置いた時も非常に適切な動きができているなと思いました。こういうシーンですね。ここで受けて、オリギにラストパスを送るような形で、パス能力も素晴らしいものを持ってましたし、何でしょう、本当にトップ下として求める能力っていうのを全て兼ね備えてる選手の一人なのかなと思いました。ここもいい抜け出しですよね。でいい決定力、素晴らしいゴールだと思います。ここも、中央にムヒタリアンがいて、でオリギが下がってきたので、前に出るような動き、
でここもパスを出して、まあ、ここはちょっと強引でキエザに打ちましたが、でその攻撃の流れを作るっていうのが本当に長けてる選手だなと思いました。ここも一つかわしてからサイドのウィギに渡して、まあ、キエザが流し込む。本当に形が綺麗なゴールだなという感じですね。で、じゃあ弱点はないのかっていうと、まあ弱点としては爆発力はないなと思いました。ムヒタリアン使ってて異常に強いなって思うシーンはないので、本当に全ての項目が80点という形で120点がないんですよ。まあそこを多分皆さん方がどう捉えるかだと思っていて、こういうシーンも抜けていって決めきる能力っていうのはもちろん持ってますが、何でしょう、異次元な何かを持ってないっていう点ではまあ長所がある意味、まあ、逆足コーデであったり長所はあるんですけど、そこが、まあ、物足りないというか、まあ、全体的にまだ上はいるなっていう感じですかね。では最後ムヒタリアンまとめていきます。一つすみません、オリギーこの後やります。で、現在価格が6万5千コインで、この価格で、今のカードであれば、僕は悪くない SBC だと思います。ただ、あくまでも悪くない SBC 止まりかなと思います。現状のカードでは。で、この先、このカードがアップグレードすることによって、化ける可能性はあると思います。で、88ですね。インテルが勝って88になった場合は、本当にめちゃくちゃいい SBC だったなと言えるカードかなと思いますので、まあ少しショーダウンのギャンブル要素っていうのは入ってくるカードなのかなと思いました。で、まあ先ほどもお伝えしたように、やはり全体的にスタッツがまあ85近辺にいるので、そのこれが強いよねっていう項目がこのムヒタリアンの場合ないんですよ。スピードを取ってもやはりスプリントスピードが若干足りないですし、まあシュート能力取っても若干物足りなくはないんですけど、まだいけるよね、上には。で、逆足後なので、まだ上にはいけるよねっていう感じで、で、パス能力は素晴らしかったです。で、ドリブルに関しましても177センチで、アブレーションボディタイプなんで非常にしやすいんですが、キュンキュンさはないので、まあ全体的に80点、もう本当にスタッツ通りの85点をつけられる選手かなと思います。ただやっぱり今のゲームプレイ120点を叩き出せる1項目でも、出せる選手の方が割と使いやすい傾向にはあるので、まあそういう意味ではこのムヒタリアンは今現時点でのこのカードとしては妥当な価格だとは思いますが、ちょっと物足りなさは感じるかな。多分市場価格としても同じぐらいの値段じゃないでしょうかね。で、まあそれこそアップグレード来たらエンジンという選択肢もありだと思います。エンジンをつけることによってプラス2をいただければ、加速97のスプリントスピード91で、でなおかつシュートパワー91乗って、まあ、よりトップ下らしい能力になると思うので、まあ本当にもう勝つか勝たないかでもうこのカードが変わってくるなという印象です。無理作ってもいいとは思うんですけど、まあアップグレードしなかった時に、あ、やっぱりそこまで使わなかったなってなってもいいなら作る価値はあると思います。で、現状逆足5のセリエの選手、意外と少ないんですよね。ブラヒム・ディアスぐらいしか実際、なんでしょう、比較するにあたって妥当な選手がいないんですよね。まあ、リベリアちょっと高すぎますし、他の選手は、中盤の選手が多いので、で、ジェコは完全にストライカーですし、だからジェコをストライカーで置くよりも僕はムヒタリアンの方が好きですね。で、まあ現状のブラヒム・ディアスが2万2000コインで、このスタッツ、まあ実際僕このカード使ってないんで何とも言えないですけど、彼も逆足5ですし、171センチリーンなので、すごいドリブルはしやすいと思うんですよ。で、まあ2万2000コインということを考えると、やっぱりこのカードと比べても、そこ、ムヒタリアンとか強いとは思うんですけど、この価格差を出してまで、じゃあ違いがあるかっていうと、あんまりないと思うので、まあ本当にアップグレード次第ですかね。まあ何でも言いますが。という感じで終えていきます。もし質問、コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。まあインテルのリンクは結構いいリンク持ってますし、ブロゾビッチだったり、ラウタロー、ルカク。このルカク意外強いんでね。で、バレッラ、ダンフリーズ。であったり、まあこれから先ももっとカード来るでしょうから、この、チームであれば。シュクリニアルとか、まあチャイハノールだったり、
デフライもそうですし、ハンダノもそうです。まだ特殊が出てない選手多いので、そういう意味では作っとく価値はあるのかなと思います。安いのでね、とりあえず作ってもいいとは思いますけどね。という感じで、今日も見ていただきありがとうございます。オリギーこの後あげます。